また奏曲部の生徒が一人退学ですって。何でも突然寮に引きこもって外に出てこなくなってしまったんですって。実家に帰って療養なさるそうよ。これで何人目？前回は突然階段から落ちて骨折されたって。それだけじゃないわ。ほら、奏曲部の方針に反対されていた先生が事故に。恐ろしいわね。呪われてるんじゃないのかしら。呪いなんて非科学的な話じゃないわ。もっと恐ろしいのはあの。だから反対だったのよ。神楽原にそぐわない孤児を受け入れるなんて。孤児は盗みでも何でもやるっていうものね。保護者は学園に随分と寄付してるんだそうよ。だからって野良犬を生徒として受け入れるなんてね。あ、これから部室に。じゃあ一緒に行こうよ。クラスはどう？殺人犯って誰も死んでないじゃない。みんな噂好きだから。でもそれも今だけだよ。演奏会であなたと小夜子先輩の演奏を聞けばみんな黙るしかないもの。ええ、応援してるわね。じゃあ私はこっちで。あなたはこのまま練習室まで行くんでしょ？ええ、小夜子先輩にもよろしく。立ち会い人としてもあなたたちには頑張ってほしいわ。ほら、来ていたの？お手洗いに行っていたのだけど、入れ違いだったわね。あら、そうだった？ありがとう。じゃあ、あなたも来たことだし、練習を始めようかしら。
朝からカレーはなかなか重いわね。なんだい、知らないのかい？朝カレーって言ってね、朝にカレーを食べることによって胃腸が活発に動いて元気に過ごせるそうだよ。まあ、カレーの次の日はカレーうどんってのもお決まりの献立だしね。食べな。後片付けは私がやっておくから、しっかり力をつけて練習するんだよ。いただきます。ああ、そうそう、今日はあんたたち一日中寺にいるのかい？え？ううん、午後はちょっとみんなで出かけるかも。ほら、ゆうかちゃんがこの町に来てまだ日が浅いから、みんなで町を案内しようって話になって。なんだ、そうなのかい。じゃあ鍵を忘れずに持っていくんだよ。私も出かけるからね。え、おばあちゃんどこか行くの？今日は檀家さん周りはないんじゃなかったっけ？ああ、今日は久しぶりのオフだからね。レイコンとこのばあさんと二人でちょっと出かけようってね。あら、うちのおばあさまとどちらへ？ちょっと隣町までね。共通の知り合いが夏の間バカンスでそこに来てるらしくてね。あまり遅くならずに帰ってくる予定だけど、念のため鍵は持って行っておくれよ。はーい、おばあちゃんも楽しんできてね。あ、でもあんまりはしゃいだらダメだからね。大丈夫よ、うちのおばあさまがいるんだからブレーキにはなってくれるわ。それもそっか。うん、安心安心。おかわり。じゃあ今日から本格的に練習になるのだけど、前半は曲の構成、音の意味、解釈について、目標として毎日1ページずつ話し合いたいと思うわ。休憩を挟んで伴奏チームとメインパートで分かれての練習。
ただしメインパートの私とすずはしばらくの間伴奏チームのサポートに入るわね。まず知っておきたいのだけれど、水の変態を選んだ理由って何かあるのかしら。選曲は先生がしていらっしゃるの。曲を決めたのは確か部長だったよね。ええ、そうね。確か今年のグループ層の曲を決める際に、過去にうちの部が予選通過した時の音源を探してたんですって。その時、だいたい6、7年くらい前まではグループ層でこの曲をやることが多かったってことに気づいたらしいの。この曲をやる時に限って予選通過率も高かったんですって。私たちが中等部で入部した前後からたまたま違う曲が続いてたってことに部長が気づいたんだよね。そうそう、それで原価杉も兼ねて久しぶりに水の変態を復活させることにしたんだよね。もともと何度も演奏してただけあって、アレンジ楽譜がすぐに部室内から見つかったしな。多少手は加えたけど、元の構成はその発見された楽譜をほぼそのままって話だぞ。そうなの。今さらながらそんな伝統の曲を独断でアレンジしちゃってよかったのかしら。それは先生も許可したんだし大丈夫じゃない？ならいいんだけど。それじゃこの件は一旦置いておいて、新しい楽譜の話から始めるわね。まずは1ページ目から。まずは伴奏パート。さっきも言ったけれど、もともとの曲にはない伴奏をアレンジで追加してるわけだから、伴奏パートがきちんと息を合わせられるかどうかがこの曲の勝負どころの一つよ。マジで？伴奏だから脇役だと思ってたよ。それは正解とも言えるし不正解でもあるわね。この曲を知らない一般の観客にとってはやっぱり耳に入りやすいのはメインパートだと思う。旋律になっているしね。だけど構想大会の審査員の人たちはそれなりに耳の肥えている人たちでしょ。そういう人たちにはやっぱりメインパートももちろんだけど、伴奏をどう解釈してどういう演奏にしているかが評価において重要な部分となるんじゃないかしら。確かに。もし他の学校で水の変態を選んだところがあったとき、評価しやすいのは明確に違う部分ですもんね。改めて考えると伴奏も責任重大ね。幸いメインパートのオーディションの時に私と優香ちゃんは合わせる時間があったから大丈夫。だからここから先は伴奏チームの強化期間になるよ。まずチームを分けて1日ごとに入れ替えてみていくわ。今日はすずはマヤさんとタクサリさんを見てくれる？私はマイハラさんを見るから。え、なんで？なんでうちだけ一人なんだし。伴奏チームは3人なんだから2チームに分けると仕方ないよ。あらあら、頑張ってね。そうしたら
前原さんと私はこのままここで練習するわね。お昼になったら集合しましょう。の昼ご飯は昨夜のうちに作って冷凍しておいたオムライスです。チンするだけで食べられます。作ったのはまやちゃんでしょ。そんなことないよ、すずちゃんだって上手にラップ巻いてくれたんだから。はいはい。それよりルイとスメラギさんはまだなのかしら。練習に熱が入りすぎて時間を忘れてるんじゃない？本当だ。でも練習始まってすぐにルイちゃん、琴爪が一本見当たらないから予備貸してって来てたじゃない。だからその時間の分延長してるのかも。確かに。でもまあ念のため様子見に行ってみようか。違う、だからそこは。うっせえ、途中で止めずに後でまとめて言えって言ってんだろ。後でまとめて言ったら覚えられないからその都度言えって、さっきあなたが言ったのよ。それは前の演奏の話で、今のはすげえ乗ってたから邪魔されたくなかったんだよ。それぐらい分かれ。めちゃくちゃ言わないで。結局どっちなの？はっきり方針を決めてちょうだい。臨機応変だって言ってんだろ、この当変僕。まだ。なんだって一本だけなくなるんだろう。やっと指にいい感じに馴染んできたんだぞ、あれ。着いた。ここだよ。すごい雰囲気あるな。チェーン店のカフェとかはたまにみんなで行くけど、こういう喫茶店って大人の店っていう感じがするよね。まあ気持ちはわかるな。じゃ入るよ。お、いらっしゃいルイ、久しぶり。チッス、先輩も元気そうで何よりっす。うん、大学もだいぶ慣れてきてね。まあ、ぼちぼちやってるよ。
夏休みの自由研究だっけ？なんでそんなテーマなの？学校の階段というのは地域ごと年代ごとによっていろいろパターンがありまして、その分類をすることで社会背景が分かるのではという仮説の証明をテーマに取り組んでいるんです。わからないけどすごいね。っていうことは、私以外にもいろんな世代の人に話を聞く予定なの？そうそう、その予定なんすけど、まあまだ先輩以外は目処が立ってなくて。あ、だったらちょっと待ってて。こんにちは。いらっしゃい。若い子がたくさん来てくれて嬉しいわ。先輩、この人たちは？私のお姉ちゃんとお母さん。ルイは知らなかったんだっけ？うちはお母さんもお姉ちゃんも神楽原なんだよ。マジっすか？親子代々？お姉ちゃんは私の7歳上で、お母さんは何歳だっけ？親の歳くらい覚えておいてよね。今年で52歳だから、神楽原にいたのはもう35、6年も前になるわね。が変わったちょっと後くらいですか？そうそう、私が入学する前の年に新体制になったのよ。それでちょうど私たちの代から制服が変わったのよね。え、あの制服そんなに古かったんだ。そうよ、今ではレトロ可愛い扱いだけど、当時は最先端のモード系制服って話題だったんだから。それで階段の話は？ああ、それでね、あの階段はもともとお姉ちゃんから聞いたんだよ。そうそう、この子が部活の合宿で披露する怖い話ないって言うからさ。私らの頃はたまに話題に上がる定番の階段だったんだけど。ねえ、お母さんの時はあった？ほら、旧校舎で心中した女の子2人が、知らない？それで片方の女の子がたたるって話。ああ、その話ならわかるわよ。というか、昔そういうことがあったらしいっていう噂みたいなものだったわね、私たちの時は。え、そうなの？私たちの時とちょっと違うんだ。へえ。なるほど、ルイたちはこういうのを研究するんだね。まあそんな感じで。それじゃあ順番に詳しく教えてもらっていいですか？
なるほど。幽霊が取り殺すみたいな現在の話になったのはやっぱり割と最近なんだね。レイコちゃんの言ってた通りだ。それに35年前の話はだいぶ具体的よね。二人の部活もそれが噂になった経緯も全て具体性があって事実である可能性が高いわ。現に総局部は今でも独走や二重走には出ないという慣例があるんだしね。もう一息で階段の源流にたどり着けちゃうじゃん。やっべ、楽勝かも。え？もっと遡って調べるつもりなの？はい、できれば。あの、おばさまの先輩とかそういう方を紹介していただくことはできませんか？どうかしら、ちょっとそれは難しいかも。学校の体制が変わる前は全寮制の寄宿学校だったっていうのは知っているでしょ。全国から両家の娘さんを集めて、それが体制が変わってすぐに全寮制が廃止されたから当時の生徒はほとんどが地元に戻っちゃって、新体制の生徒と入れ替わりでいなくなっていたのよね。私たちと同世代の人なら紹介できるけど、先輩を紹介するのはちょっと難しいわ。うっそ、ここまで順調だったのに。考えてみればそうよね。でも今日一日でここまで調べられたのは十分な収穫よ。うん、そうだよ。レイコちゃんたちの調査結果もあるし、次のことはそっちを聞いてから考えてみようよ。あれ、別動隊もいるの？ずいぶん大人数で一つの課題に取り組んでいるのね。あ、はい、そうなんですよ。へえ、なんか陸上やめてルイがぐれかかってるって聞いてたから心配してたんだけど、真面目にやってんじゃん。えらいえらい。ぐれかかってた。まだぐれてはなかったのね。なんだとこら。やっぱりぐれてた。違います、ぐれてません。あ、じゃあ私たちそろそろ失礼します。あの、もし他にも何か思い出したこととかあったらルイちゃんまで連絡もらっていいですか？ええ、わかったわ。自由研究頑張ってね。いつでも遊びに来いよルイ。部活やめてもあんたは私の後輩なんだからな。うっす、あんたたちもこいつのことよろしくな。喫茶店にスマホ忘れてきちゃった。え、大変！ルイちゃん、すぐに先輩に電話を。大丈夫、まだ 100m も離れてないし、走って取ってくるからここで待っててくれる？ああ、行っちゃった。まあ実際店もここから見えてるし大丈夫じゃね。
なんだよ。るいちゃん、ゆうかちゃんのこと、まだ苦手？いきなりなんだよ。だって、いつものるいちゃんに比べておしゃべりも少ないし、ゆうかちゃんの方をあんまり見ないよね。それは…それに朝の練習の時だって、うちだって分かってるし、誤解がいろいろあったことくらい。でもさ、なんていうか、みんなで一緒にワイワイしてる時はいいんだけど、こう人数が少なくなったりすると、なんていうか、ちょっと気まずいっていうか。るいちゃん、あーもう、ちょっと気分転換にチョコ買ってくる。ダメだよるいちゃん、一人になっちゃダメだって。ゆうかちゃん来たら一緒に行こう。大丈夫だよ、まだ昼間だし、すぐそこの踏切んとこの店だし、スズッチはそこでスメラギと一緒に待ってて。お待たせ。あら、前原さんは？おかえり。角のお店でチョコ買ってくるって止めたんだけど、昼間だし大丈夫って言っちゃった。そう、確かに昼間だし、人通りも多いし、近くなら大丈夫でしょうけど。うん、そういえばさ、ゆうかちゃん。何？伴奏3人にはそれぞれ問題があるって言ってたじゃない。るいちゃんにも何か問題があるの？前原さんの問題点は単純、走ってるのよ、音が。走ってる？そう、それ自体が悪いこととは言わないけど、合奏では問題になる。合奏っていわば二人三脚、もしくは三人四脚、とにかく足並みを揃えることが何よりも大事でしょう。彼女の場合は伴奏パートであるにもかかわらず、頭一つ先に行こうとしてる。根本的に誰かに合わせて何かをするっていうことにまだ慣れていないのよ。無意識かもしれないけど、むしろ伴奏の彼女に鈴や部長が引っ張られたかな。技術とセンスは素晴らしいの、あとはその部分だけ。前だけ見て走るのではなくて、隣に並ぶ人たちを見ることさえ身につけば。はあ、どうしたもんかな。あ、るいちゃんいらっしゃい。またいつものやつかい？今日は何個にする？三つちょうだい。あいよ、毎度あり。
みんなまとまってるんだ。うちだけ意地張ってたら。これ食べる？何これ？知らないの？最近新発売したチョコだよ。わかんねえし、お菓子なんか中学入ってから食べたことない。